カナディアンは、もともと、カナダ太平洋鉄道が1955年から1978年に、かけて運行していた、カナダの大陸横断旅客列車である。現在は、都市間旅客列車として、ビア鉄道により、オンタリオ州トロントのユニオン駅と、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーの、パシフィックセントラル駅を結んで運転されている。1990年以降、 カナダ太平洋鉄道時代のカナディアンとは全く異なる北にあるカナディアンナショナル鉄道の本線を経由して運行するようになりレジャイナやカルガリーではなくサスカトゥーンやエドモントンを通るようになったまたカナダ太平洋鉄道時代に比べてかなり遅くなりまた1990年までのようにモントリオールやオタワへは運行されなくなった1955年以前は カナディアンの名は、カナダ太平洋鉄道のモントリオールとシカゴを結ぶ夜行列車に使われていた。トロントユニオン駅を建つ CP 時代のカナディアン第二次世界大戦後、カナダ太平洋鉄道の旅客列車は、その看板列車である大陸横断のザ・ドミニオンや、それより東部へ向かうアトランティックであっても、戦前性の重量客車と戦前。 戦後期の軽量客車の混成で編成されていた。これらの車両は十分使用に耐えるものであったが、1950年代初頭のアメリカの列車はカリフォルニアゼファーのように、すでに流線系のオールステンレス車両となっており、ドームを備えた展望車を連結していた。ゼネラルモーターズディーゼル及びプルマンスタンダードのデモンストレーションであるトレインオブトゥモローの特色であった。 ドームカーを1949年に評価した後、カナダ太平洋鉄道の副社長であったノリスクランプを含めた経営陣は車両の更新を決断した。1953年にフィラデルフィアのバッド車に対して18両の編成末尾のドームカー、18両の編成中間ドームカー、30両の座席車、18両の食堂車、 71両の寝台車からなる合計155両のステンレス車両を発注した。これに引き続いて18両の荷物車兼乗務員車を発注して最終的に合計173両となり新しい大陸横断列車を構成し、またザ・ドミニオンの一部の車両を更新するために十分な数となった。内装のデザインはフィラデルフィアの建築設計会社、 ハーブソン・ホー・リビングストン・ンラーソンと契約された。同社は、パイオニア・ゼファーなど、有名な旅客列車のインダストリアルデザインで、知られていた会社であった。この際に、デザインされた、ビヒニア・淡いイ・ニエの付けられた塗装などは広く、称賛された。このドームカーの、各車両を、カナダの有名な公園にちなんで名付けることが決まった。あと、 グループオブセブンを含むカナダを代表するアーティストが参加して、これらの車両に適した壁画が描かれた。信頼者を追加する決定が下され、バッド製の車両に加えて、既存の22両の重量客車が、カナダ太平洋鉄道自身のアンガス工場において改装され、バッドの車両と同じようなステンレス工の外販を取り付けられた。 既存の FP7 型ディーゼル機関車に加えて、この新しい客車を牽引するために、カナダ太平洋鉄道は、ゼネラルモーターズディーゼルに、FP9 型ディーゼル機関車を発注した。これらの F シリーズがこの列車の牽引としてよく、使われたが、時折、モントリオールロコモティブワークスのフッパマイナス2型など、他の機関車が使われることもあり、1959年までは、 蒸気機関車が牽引することもあったカナダ太平洋鉄道は新しい看板列車をカナディアンと命名し1955年4月24日に運行を開始したカナダ太平洋鉄道のライバルであるカナディアンナショナル鉄道も同日新しい大陸横断列車スーパーコンチネンタルの運行を開始したがカナダ太平洋鉄道はカナディアンを カナダで最初で唯一の流線系オールステンレス車両を使用したドームカー付け列車と宣伝することができた。カナディアンナショナル鉄道がドームカーを導入したのは1964年であった。カナダ太平洋鉄道はこの列車をオンタリオ州サドバリーの東側では2系統に分割して運行した。モントリオールとバンクーバー間は西行きが列車番号1。 東行きが列車番号2でサドバリーで分割併合してトロントへ走る列車が西行きが列車番号11東行きが列車番号12であった優先形の外観のイメージにマッチしてカナディアンの西行き列車の所要時間71時間は従来のザドミニオンよりも16時間早かった当初は成功を収めたがカナダにおける 旅客列車の利用は1960年代には減少し始めた。航空機との競争が激しくなり、またトランスカナダハイウェイの建設後は自動車の利用が増加して、カナダ太平洋鉄道はザ・ドミニオンを1966年に廃止した。さらに1970年には政府に対してカナディアンの廃止を申請した。この申請は却下されたが、 カナダ太平洋鉄道は1970年代を通じて旅客列車の廃止を試みた。カナディアンは運行頻度を落とされ政府が損失の80%を補助していた。カナディアンの旧経路及び新経路カルガリーに転車するカナディアンバッド車線ドームカーを新んがりに据えたカナディアン政府の出資する国有企業であるビア鉄道は 1978年10月29日に公式にカナダ太平洋鉄道の旅客列車運行を引き継いだ。ただし翌年の夏まで列車にはビアのロゴは描かれなかった。ビア鉄道の引き継ぎ後はカナディアンは大陸横断の看板列車であり、当初は旧来のカナダ太平洋鉄道の経路を運行した。 また旧カナディアンナショナル鉄道のスーパーコンチネンタルモビア鉄道が引き継ぎ、より北に並行するカナディアンナショナル鉄道の経路を運行してカナディアンを保管した。カナディアンはサドバリーより東出に分割して運行し、また毎日バンクーバーとトロントモントリオールを結ぶ運転を継続した。 予算の大幅削減の結果として、ビア鉄道は1990年1月15日からスーパーコンチネンタルを廃止し、カナディアンはかつてのスーパーコンチネンタルと同じカナディアンナショナル鉄道経由に変更された。これにより大陸横断運行を継続するとともに、ビア鉄道が政府から義務付けられていた沿線の小さな町へのサービスを果たすことができた。 また運行は1週間に3往復に削減された。21世紀の今日において、ビア鉄道はカナディアンをカナディアンナショナル鉄道経由で、かつてのカナダ太平洋鉄道所有のバッド線車両を改装して運行を続けている。カナディアンはバンクーバーのパシフィックセントラル駅から出発する。 カナディアンナショナル鉄道の線路を走行してニューウエストミンスターへ至りニューウエストミンスター橋を横断するカナディアンはそれから東へ直接ギフォードへ向かうフレーザー川を再び横断してカナダ太平洋鉄道の線路に移ってリットン近郊のバスクまで走るカナダ太平洋鉄道とカナディアンナショナル鉄道の線路がフレーザー川の 同じ側にあるのはこの地点で、ここで両者の接続点があり、東行き、カナディアンはここで、カナダ太平洋鉄道の路線から、カナディアンナショナル鉄道の路線へ移る。その直後にカナディアンナショナル鉄道の路線は、トンプソン川を渡って、カムループスまで走る。カナディアンは、カムループスの市街から川を渡ったところにある、ノースカムループスのカナディアンナショナル鉄道の駅に、 停車するカナディアンはカナディアンナショナル鉄道の路線を東へさらに走りトロントまでの間にエドモントン、サスカトゥーン、ウィニペグに停車する。西行きのカナディアンはカナダ太平洋鉄道の路線に入らずバンクーバーまでの全区間をカナディアンナショナル鉄道の路線を走る。カナディアンナショナル鉄道の路線におけるハイライトと言えるのは ペインティッドキャニオンにおいてトンプソン川の61メートル上をへばりつくように走るところと、シスコにおいてフレーザー川及びカナダ、太平洋鉄道の本線を800フィートの構成アーチ橋で横断するところである。ありがとうございます。